親愛なる友へ。君はきっとどうして僕がこんな形で手紙を残したか疑問に思うだろう。それはグラブ来たぜ。具合はどうだ。実はよ、昨日また一つアイデアを思いついたんだ。ん？何書いてんだ。ああ、なんでもないよ。そうか、早速一曲やろうぜ。別に毎日来なくてもいいんだ。教練員の仕事も大変だろうし。ったく、何言ってんだ。お前が完治するまで来てやるぜ。それに教練員の奴らは息苦しいんだよ。さ、お前の番だ。グローブ、大丈夫か。ガルビビダム、君も知ってるだろう。僕のマリン病はもう…もういい、言うな。お前はただ疲れてるだけだ。それは僕がもう余命わずかだという事実を君がまだ受け入れられないからだ。知ってるか、僕たちが考えたこのゲーム、最近病院内で流行ってるらしいぞ。へえ、いいことじゃないか。ああ、特別に道具も作ったんだ。これで近くのプレイヤーを見つけられる。さあ、君にも。これで僕がいなくなっても君は新しい友。もういい。 お前はきっと良くなる。こんなものは必要ない。当時君に送った秘伝の箱はきっともうどこか隅っこに置かれているだろうね。だからこの最後のプレゼントを今さら君に送ることを許してほしい。僕たちが出会った頃のことを覚えているかい。マリン病の僕と友達になってくれたのは君だけだった。今度は僕が君に新しい友達を連れてきてあげる番だよ。親友よ、どうかこのような形でこれからも君のそばにいさせてほしい。